おはようございます、なごみ家です。これが僕が普段から使い込んでいるトラックボールです。そして今回新しくそれぞれのロジクールの新型のトラックボールが届きました。はい、じゃーん。いやー、マウス4つも持ってるなんてお金持ちですね。違うんです。会社で汗水垂らして働いたお金をこうやってまた会社でさらに汗水垂らして働くために自らお金を寄付しているっていう会社員の鏡なんです。褒めてください。開封するとこんな感じなんですが、こっち M575 の方は色が違うんで分かりやすいと思うんですが、もう一つの方、これでちょっと見ていきたいと思います。これどっちが新型か分かりますか？分かりますね。僕の汗を吸い込みまくってもうテッカテカのベッタベタに輝いてるこっちが旧型で、こちらの綺麗な方が新型になります。いつもありがとうございます。そんなわけで普段僕がかなり愛用しているトラックボールなんですが、なんだかんだ使い続けて4年ほど経っています。トラックボールの何がそんなにいいのか、そしてそれをどう使っているのかっていうのをいろいろと語りたいと思います。それでは行ってみましょう。トラックボール、みんな一回はね憧れるんだと思います。なんか仕事効率化しそうですよね。普通のマウス使ってる人より、あ、なんかちょっと違ってかっこいいなって感じもありますよね。実際うちの会社の人も半分くらい使ってます。そんぐらいやっぱりみんなの憧れの存在、注目の的、それがこのトラックボールだと思っています。そもそもトラックボールって何かという話なんですが、普通こうマウスを移動させて行うカーソル操作、これをこのボールの操作で行ってしまうものがこのトラックボールなんですよね。浮かしたり反対側にしてこう膝の上とかでもできちゃいます。会社でも結構なんかリモコンみたいな感じですごい遠いパソコンをこうやって手のひらひっくり返しながらちまちまいじったりしちゃってます。そんな中でロジクールから発売されているこちらの M575 と MXL5、この2つのモデルに関しては個人的に癖のない優等生ラインのモデルだなというふうに思っています。つまり初心者トラックボーラーに対してかなりおすすめできる製品ということなんですね。何か特定の使い方を推奨するわけでもなく、普通のマウスからこうすんなりと移行できるようなアイテムだと思います。カスタマイズのアプリに関しても十分に使いやすい仕様になっていて、本当にね万人におすすめできるようなモデルっていう感じです。でちなみにこの2つのモデル、明確にこっちが上位モデルという感じです。主に違いとしてカスタマイズ性とか2台同時接続、あとは疲れにくいように手首に傾斜角をかけられるとか、そういった機能面を隅々まで重視したいという方はこちらの MXL5 でいいのかなというふうに思います。それぞれこれらが、従来モデルで M575 そして MXL5 なんですが、今回進化しまして M575S そして MXL5S という2つの新しいモデルに生まれ変わりました。今回何が進化したのかというと、1つは静音性です。 MXL5 2つを同じ強さで叩いてみます。従来モデル MXL5 はで、 S 新モデルはめっちゃ静か。 M575 もやってみましょう。従来モデルはで、新モデルはいや、新モデル素晴らしいですね。そう、これで静かになったのでオフィスでカチャカチャやってても、他の人にそんなに迷惑がかからないというような進化になります。そしてもう一つ、こちらの MXL5 に関してはついにあれに対応したんですね。そう、USB-C、 これによって充電がめちゃくちゃ楽になりました。従来の MXL5、 この端子分かりますかね。今や絶滅危惧種のマイクロ USB という規格を採用しています。なんせこの MXL5 7、8年前のモデルということで、もう時代的にもだいぶおじいちゃんなんですよね。それでもこのトラックボール業界を第一線で動いていたっていうのはすごいところだなというふうに思いますが、ついに USB-C に進化しました。いや、ありがたい。もうこれのためだけにマイクロ USB ケーブルを持つって本当にストレスでしたからね。ちなみにこの M575 に関しては充電式ではなくてこの電池式なんですよね。ここについては M575S そんなに変わってないというところですね。電池式は電池式で充電頻度が少なくて済むっていうメリットはあるので、これはこれでいいのかなというふうに思います。そんなわけで今回 S がついたことによって、それぞれのクリック感がだいぶね変わってきた、静かになったっていうところと、 MXL5 に関しては充電端子が USB-C になったというこの2点になります。まさにみんなが求めていたこの Type-C への進化っていうのをね、もうロジクールさんは堅実に順当に叶えてくれたというところです。あれそれだけ。速報でニュースが届いた時には、ついに
MXL がやっと進化しますねというふうに結構ね盛り上がったんですけど、そうなんですよ、あの7年待った割にはタイプ C になってチとクリック感が静かになっただけなんですよね。なんかねもっといろいろできたんじゃないのとか思っちゃいます。例えばトラックボールってこのボールの部分をめちゃくちゃ指でベタベタ触るんで、ここにこう指垢というかね汚れが溜まりやすいんですね。なので定期的にボールを出してホコリとかを除去してあげなきゃいけないんですけど、MXL が結構大変なんですよ。それがなんかこのボールの裏のこの穴から細いもので押し出してあげるってプロセスが必要なんですが、このちっちゃい穴にぴったりはまるようなものなんかそうそうないんですね。僕は普段シャーペンとかの先端で押してたけどボールが傷つきそうですごい怖かった。この仕様は従来の MXL5 のまんまなんですね。 M575 に関してはまあ穴が少しだけ大きくなったんで、こう指でもまあ、一応取り出せるので、まあ、ここはまあまだマシかなとは思いつつ、例えばケンジントンのトラックボールとかだともうボタンワンプッシュでボールがポーンと出てくるっていう仕様なんですね。うん、それくらいできたんじゃないのかなとか、あとはこれもうさっきからずっと言ってるんですが、4年使うとベッタベタになるんですよ。なんでかっていうと MXL5 に関してはここの素材がラバーなんですね。それはまあ経年劣化で加水分解はしますし、ギュッと触ってるんで僕の汗をダイレクトに受け止めてくれてるんです。3、4年も使えばまあこんなにボロボロにもなるよなというところで、で多分この MXL5S に関しても、まあ、2年ぐらい使ったらもうこの兆候が現れるんじゃないかなと思います。このなんか使い捨て感が全く変わってないですね。とかスクロールロジクールの上位モデルなら、こうなんていうんですか、無限にこう前に押し出してくれるあれ、あのホイールの回転が今回の MXL5 でまた採用されましたというわけでもないですね。うん、これも欲しかったな。とか M575 はホワイトモデルがちゃんとあるんですが、 MXL5 はまたグレー一色なんですよね。個人的にこのたまにロジクールで来るこのガジェットグレーと僕が呼んでいる、黒ともグレーとも言えないすごくこうオフィスデバイスだなって感じるようなこの色、うん、なんかこれじゃないもう一色ぐらいあってもよかったよな。とかタイプ C 出してよ、なんでタイプ C 出さないのとずっとロジクールに対して不満をね言っていたと思うんですが、今回実際にロジクールがじゃあタイプ C のもの出しますよと思って出した結果、いやいやいやホイールはいやボール出しづらいじゃんとか、ホワイト出してよとか、子供みたいにおねだりする項目が増えてしまったんですよね。なかなかな贅沢病だなと思います。ロジクールさんはユーザーの声にぴったり合ったものを出してくれたんですが、ユーザーはそれでは満足しなくなっていたということなんですね。恐ろしい話です。僕も一ユーザーとしてそう思いますし、ただ一会社員としてものすごくこれはね学びになったところです。そんなわけで、まあ、この進化にちょっとね、肩透かしを食らいつつも、今回もう一トピックを挙げたいのが、M575 と MXL5 どっちを選ぶべきなのという質問を僕たまに受けるんですね。なのでこれについて回答したいと思うんですが、まあ、結論から言うと、仕様のパソコンなら圧倒的にこの MXL5 だと思います。逆に会社用とかであればこの M575 安価なモデルの方がいいのかなというふうに思います。というのもこの2つの大きな違いってカスタマイズできるボタンの数なんですよ。これらそれぞれロジクールの公式のアプリによってボタンに機能を割り当てることができるんですが、この M575 に関しては割り当てられるこのボタンの数はだいたい5個4つそんぐらいですね。一方で MXL5 もう見た感じにボタンの数が多いと思うんですが、まあ、1、2、そして左、右、5、6、7、8、8個あります。ホイールをこうやって左右に傾けるっていうアクションにも自分好みのこうね動作を設定できるんですよね。とか、まあ、親指の元にはもう一つボタンがあるので、ここも駆使してねこうスピーディーに何か切り替えたりっていうところも簡単になっています。なので言い方を変えれば、こっちの MXL5 はカスタマイズが前提、一方でこっちの M575 はカスタマイズしない前提で使うものと捉えてしまっていいのかなと思います。となるとやっぱり使用パソコンってもう自分のできる限りのカスタマイズを施したいですし、逆に会社のパソコンってロジクールのソフトを入れられないこと結構ある気がするんですよね。僕の会社のパソコンもセキュリティ上の関係でロジクールのソフトを入れられませんでした。つまりこんだけボタンあってもカスタマイズできないんだから、だったら M575 でいいよねっていう話なんですね。なので実際僕の会社の人にもこれを使ってる人は今のところ見たことないです。基本みんなこの M575 の方を使ってます。まあそりゃそうだ。で3つ目、ペアリングできる台数が違います。まあこれもこの会社用にこの M575 をおすすめする理由でもありますね。会社用ってパソコン一つですよね多分ね。なので、まあ、1台しか接続できない M575 で十分。逆に使用のパソコン社用のパソコン両方トラックボールで扱いたいという方にはこんな感じで、今1、これデバイス2、これデバイス1、こんな感じで
接続性をもう瞬時に変えられるような MX エルゴの方がおすすめです。でこの接続の切り替えに関しても結構すぐに反応するのでストレスのない使い心地を実現できると思います。そして3つ目、まあ、これも MX エルゴが評価される理由でもあるんですが、この手首を配した時の角度が違います。基本的にマウスを握る手っていうのはこう握手に近い角度っていうのが一番疲労負担を与えないんですよね。なので平たいマウスにこう手首を覆いかぶせるように置くんではなくて、できるだけこう横に握手に近い角度にできると、まあ、長く使い続けていても手首が疲れないとか肩が丸まってこないとか、まあ、そういったメリットが大きくなってきます。ちなみに M575 はほぼほぼ平置きに近いです。まあ、多少傾くけどっていうくらいですかね。一方で MX エルゴはここにプレートがついていましたが、ここをこんな感じで回転させられるんですよ。これによって角度を少し斜めに傾けた状態でこうやって、使うことができるんですよね。だいたい20度くらいというふうに公式ではなっていますが、これによって疲労感が軽減されたり操作感が上がったりっていうメリットがあります。実際僕もこの MX エルゴの方が角度としては好みですし、まあ、ずっと使い続けているっていうのもそれが大きな理由ですね。ただ、まあ、仮にこれだけを理由に MX エルゴにしようかなというふうに思っている方がいらっしゃるならちょっと待ってください。というのも世の中には本当に顧客が欲しいものというものをピタリと言い当てて販売できる天才もいるんです。この M575 や MX エルゴについては 3D プリンターなどで作った専用の台座を、全然公式のものではないんですがメルカリとかで発売されている方もいらっしゃいます。この M575 とか MX エルゴにより角度を与えてできるだけ握手に近い角度で使用できるようになるというようなアクセサリーパーツですね。まあ、これがあれば M575 でもまあそんなに問題はないかなという感じです。僕もちょっと気になっているので買おうかなというふうにも思っているんですが、ぜひぜひ、まあ、これだけを理由にねMX エルゴを選ぼうとしているなら、こういったメルカリを駆使した選択肢もあるよというところをね、一個提案したいと思います。そして充電方式、ここもこの2モデルで差が出ています。まあ、これ先ほども話しましたが M575 に関してはここで単三電池を入れて動かすタイプ、一方で MX エルゴに関してはUSB-C 普通の充電端子で充電できるようになっているという感じですね。まあ、どっちがいいのか、これはね、僕人によると思います。一応ですね、電池の方がまあ充電頻度は低いので充電そのものが手間という方にはぜひこの M575 の方が合ってるのかなというふうに思います。一方で僕は普段電池を使うデバイスを他に全然持ってないんですよね。なのでこれのために電池を増やすってなるとちょっと管理するものが増えるんですよ。その方が面倒だなっていうのもあって、さっとそこにある USB-C ケーブルで充電できるようになるこの M575S の方がいいかなというふうに思います。ちなみに充電頻度でいうと、まあ、大体1ヶ月に1、2回というくらいですね。なので、まあ、そこまでの負担でもないかなというふうには思います。そしてカラーリングです。 M575 に関してはこのブラック、ホワイト、そしてまあグレーっていう3色目もあるのかな。なので、まあ、カラーバリエーション豊富にはなっているんですが、この MX-ELGO は僕のあんまり好きじゃないグレーのこの1色のみなんですね。ただこのボール部分の色に関しても僕1個注目すべきだと思っていて、 M575 青いんですよね。そんなに別に派手じゃなくていいよとも思うんですよ。よく見ると若干この MX-ELGO-S と従来モデルでボールの色が違うんですよ。こっち若干青みがかってるグレーで、こっちはもうシルバーに近いグレーですね。僕は断然この S の方が好みです。この点は確かに今思ったけど進化して良かったポイントですね。これらの違いをひっくるめて値段は倍以上違います。今挙げたこれらの違いに関してまあ2つか3つくらい当てはまるというような方がいらっしゃるならば MX エルゴがいいのかなというふうに思います。ただ、まあ、僕としては体に触れる仕事道具はできるだけ投資した方がいいというふうに思っているので、まあ1万円分の先行投資だと思って思い切って買ってみるのもありなのかなというふうに思います。最後のトラックボール、トラックパッドとの相性がいいんですよね。基本的にトラックパッドってこの指でカーソルを移動させるような仕組みですよね。でマウスって手全体をこう動かして使わなければならないというところで使用感が全然違うんですよ。一方でトラックボールって親指を使うということで手首の位置を固定するという意味でトラックパッドとなかなか近い使い心地だと思うんですよね。なので普段 Mac のトラックパッドに慣れ親しんでいるという方に関しては普通のマウスよりもトラックボールの方が意外とこうねすんなりと映れるというパターン結構あると思います。実際僕もそうです。未だに普通のマウスは苦手なんですがトラックボールだ
だけは使い始めてすぐに自分に馴染んできました。そして3つ目、マジックスタンドなどの高さをつけたスタンドとの相性が抜群です。トラックボール、さっきも話した通りで傾斜角が若干あるので、普段ノートパソコンを使いながらこう作業してると、この手首の移動で高さも変わるのがちょっとだるいんですよね。移動の幅が大きいのはデメリットとしてあると思います。その点マジックスタンドなどの PC スタンドで PC の角度をつけた状態で使うとなると、高さがもうそのままシームレスに横に移動してボールを使えるようになるんですよね。このキーボードとボールのこの位置関係をまあより近づけることができるという点で PC スタンドとの併用がおすすめですし、まあノートパソコンのユーザーにはおすすめできるポイントかなというふうに思います。まあ僕が思うトラックボールの全てということでね、ぜひいろんな方におすすめしたいデバイスになっています。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、今回 MXL5S、M575S という新製品に合わせて僕のもうトラックボールのおすすめの使い方とか、まあ、選び方、そういったところをお話ししてきました。皆さんやっぱりトラックボールかっこいいですよね。なんかこれ使ってる人仕事できそうって感じ、僕もわかります。ぜひ、まあ、実際の仕事効率化にも役に立つこういったトラックボール購入を検討してみてください。序盤でそれぞれ、まあ、進化が微妙という話をしましたが、ただ堅実な進化であることは間違いないです。なのでどっちおすすめするのとか言われたら断然こっちですね。新しいモデルをおすすめします。どんどん隙がなくなってきたという意味で、中古でなんかちょっとケチってこの前モデルを買うというよりは、少しお金をかけてでも新モデルを買った方が僕としてはね、より効率化につながるのかなというふうに感じます。こんな感じでこのチャンネルでは他にもガジェットやライフスタイルに関する様々な動画を上げていますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で、以上なごみ家でした。では